はい、皆さんおはようございます。今日は8月2日日曜日です。昨日に引き続きまた渓流天から釣りに来ました。でですね、今日の場所は昨日の続きですね。昨日はね、ちょっとそこら辺から、まあそこら辺まで昨日夕方までやってたんですけどね。で、今日はそっからの続きになります。はい。でね、今ね、朝6時です。昨日より早いですね。だいぶ、でもね、今日朝から今日も天気最高にいい感じですね。昼間はかなり暑くなるような雰囲気になってます。はい。じゃあね、ちょっと朝ね、自分調子悪いんで、まあ体調じゃなくてね、あのね、腸かね、なんかね、朝いまいちなんだけど、一応ね、日曜日なんで人が多く入るんで、要は場所取りですね。場所取りを早く確保しようっていう作戦で、なんで、もうね、こういう、まあ土曜日もだけど、日曜日は特に、今日ついにね、車何台も来てました。はい。そんなんで、ね、場所取りのためにね、早く来ましたね。はい、そんな感じで、ではね、ちょっとね、ぼちぼち始めていきたいと思います。え？あれ？俺はね、ずっともうちょっと下の方。そう。あれ、すいません。釣り券持ってます。え？釣り券。いや、車を置いてた。あー、まずいっすね。ちょっと俺ね、よく、俺、組合の人じゃないんだけど、組合の人に言われてるんですよ、うん。釣り券持ってない、ちょっと、確認、もし、多いんだってすごいよ。ほとんど持ってないんだって。あ、そういうんだ。そう。そういう密漁者なんですよ、要は。あ、密漁なんだ。釣り人じゃなくて密漁者なんだって、うん、もう密漁者で犯罪なんで、最近もうひどいんで、ちょっと、この中でね、ちゃんと、見えるところをつけてる人と、あとポケットの中しまったり言えば、そういう人がちゃんと見せてくれるんですよ、持ってる人は。うん、でも俺も聞き回ってるとほとんど持ってないですよ、やっぱり。組合の人が言うように。あ、こんなにひどいんだと思って。でもそういう人は密漁者なんで、釣り人じゃないんで、って言うんで、密漁者として扱ってるんで、あまりいいぞって人だったら、僕たちのところ連絡して、電話で、もう警察の方にもう連絡しますから、最近もうひどいんだって。昨日じゃねえ、先週かな、先週も一人若い子は、その子はね、知らない、びっくりしたんだけど、釣り券の存在自体を知らなかったんだ。釣りをやるためにそういうものが必要なんですよっても知らなかったんですよ。もう格好だけはもう立派なすごいブランドもの、いい釣り具も着てるもの、人ぞれも、まあ、いかにも初心者って感じだったから、で、その子にもそういう話を一通り教えてやって、もし続けるんだったら、この人にコンビニであるから、24時間そこで売ってるから、日付券でも、日付券でも2000円だから高いから、何回もかくるんだったら、年券が9000円ぐらいで買えるから。あ、年券そうだよね。そう。1万円あれ ?9000 円ですね。雑魚は9000円ですね。まあ、その代わり写真とか必要だから、あそこの一番、僕はファミリーマートで買うのが一番無難かな。で、そこ教えてやったんですよね。そこ取れば何回か来ればもう元取れるから電源買っちゃった方がいいよ。で、その子にも同じ話したんですよ。もうひどすぎるからって言うんで、組合の人ももう、組合も結構経営厳しいんですよ。で、もう疑っちゃうんだけど結構車に置いてきたとかって嘘つく人いるんですよ。ね、それダメなんですよ。免許と一緒ですよ、うん、車運転するときは携帯してなくちゃいけないっていうのと一緒でひどすぎるんですよ本当に。で、中には持ち帰んないからいいでしょっていう、まあ、キャッチアンドリリースするんですよね、うん、ダメなんですよ ね、まあ、ね、要は釣り堀だからね、ここはね、うん、その釣り堀にお金払うことなんでね、まあ、制御放流はやってないけど稚魚を一応放流して、ほんでみんなが釣り楽しめるように漁協でやってるんで、やって、要は利根漁協の釣り堀なんですよ。そう、利根漁協だけじゃないですよ、もう日本国中全部そうなんですよ。川はもう釣り券がないとこってどう
北海道が確か一部ないとこがありますよね。うん、ありますよ。そのくらいかな。あとはほとんどもうないと、まあ、日本国有今そういう状態だと思うんだけど、なんで俺は別に漁協の人じゃないけど、漁協の人からも申し訳ないけど、一応挨拶交わせるんですから、一応ちょっと一言だけ声かけて確認してもらえますよって言うんで、もしそういう人がいたら、あまりにもひどい人、普通にこういう話聞いてくれる人はいいんですよ。警察に通報するって。あのね、すごい逆切りしてくる人いるんですよ。もう怒っちゃって。いや、怒りだろう得ないような状況になってるでしょ、そしたら。ね、うん、怒りやすいと思ってる人が。そう、うん。怒って、結局逃げてくるんですけどね。うん、もう、じゃあ警察連絡しますかって言うと、もう密漁者だから犯罪者ですよって言って。まあ、まめに買わなきゃダメなんだよね、うん、年金も。で、もう逆切れしちゃってわけだから、もう全然、こんな釣れねえ川でなんで金払わなくちゃいけねえんだと。じゃあ来るなよ、って。どうします俺、やらないですけど、うん、そのトンネルのところから上がっちゃうんですよ。もう上がるとこそこしかないから。ただね、やるかやらないかは任せます、それ。いや、俺やらないですもん。もう人が入っちゃうわ。俺は別にそこまでね、ただね、確認してどういう状況だのっていうのを組合の人が言って、あ、やっぱりいますね、つう程度の話をする程度で。うん、もういいです。今日は帰ります。うん、まあ、だから俺も若者には言ったんですよ。これからやるかどうかは俺はそれは引き止める権利はないんで、別にそれは君に任せるよって言うんで。いや、この木はちょっと歩っていかなきゃなんないんですよ。ああ、全然いいですか。全然いいですよ。ね、うん。なぜ入らないようにしますんで。はい。はい、今ね、一人の釣り人が、自分が今釣ってる場所の下流から釣り上がってきたんですね。まあ、結構年齢的には多分自分だと大して変わんないような感じだと思うんですけども、一応ね、挨拶交わして、まあ、いつものこととか、ちょっと話して、釣れますかとか、いろんな釣りの話をして、で、まあ、あれですよ。すいませんけど、釣り券持ってますかって聞いてみたんですよ。したら、いやー、車の中に置いてきちゃってって、言ってましたね。まあ持ってないですね。要は。持ってないと大概そう言うんですよ。そんなことありえないですよね。持ってればね、ちゃんと持ってくるんですよね。おい、それ、本当に車の中に置いてあったとしても、買った意味がないんですよね。免許証と一緒なんですよ。で、要は、そうなるともう釣り人じゃなくて密漁者になってるんでっていう話を。したらやっぱその時間もちゃんと人の話は聞いてくれましたね。すみません、じゃあ僕はここで上がりますけどって言うんで、まあ、ちゃんとそれ聞いてくれる人はね、まだいいんですよね。まあこの間の先週の若い青年と同じようにその話よく聞いてね、注意されたら素直に聞いてくれる人はまだね、いいですよね。まあ、要はやっぱりこんな状況ですよ。やっぱみんな持ってないっすわ。今の人もね、今年、というか毎年ここへ数回来るって言ってましたけど、今日持ってなかったってことは毎回もう持ってないってことなんですよね。買わないでやってるってことなんですよね。やっぱり結構ほとんど持ってないですね、やっぱね。ダメですわな。これは、それなのに、まあ漁協もね、経営が結構ね、大変なんですよね。要はその観察の収入、減った上に、そう、ただでやられちゃうと、大損ですよね。まあ、でも、しかし、とはいえな、気持ちもわからないではないんだよな。日釣り券で2000円だからね。
昔、俺、まだ分かる、20代の頃500円だったからな。安かったよね。全然気にもなんなか。まあ、日付園って俺、ここは、利根漁協のとこは、昔、何回か買ったことあるから、ね、僕の頃は年券買ってなかったし、そんなにしょっちゅうは来なかったから。今は年券しか毎年買ってないんで、そんな日付券は買わないんだけど。なんせ、まあ、年券も多少は値上がったけど、年券の雑貨が4000円ぐらいだったかな、当時は。今は9000円だったっけな。1万円はしないぐらいかな。まあ、確かに、まあ、年券はまあ、でも、それでも年券は安いと思うよ。これで、何回来たってこの値段でできるっていうのは、本当に安いと思うよ。日釣り券の2000円はな、結構痛いわ。確かに。それは買う人いなくなるわな。まあ、そんだけ値上げしたってことは、漁協の方も経営が結構厳しいんだろうな。まあ、人件費とかね、コストとかそういうのも上がってるだからしょうがないけど。まあ、だから余計買わねえでやる人が増えちゃったんだな。逆に。自分もそうだもんね。2000円かーと思っちゃうもんね。で、今の人も結構長年もやっぱり、自分と一緒で多分30年以上やってるみたいで、ここ何回か来たけど、あまり釣れないって言ってましたね。でもね、今も教えてやってたんだけど、時間なんですよ。朝がダメなんですよね。これからなんですよ。だいたい朝やって、お昼頃にはみんな上がっちゃうんですよ。そこが一番いいんですよね。一番釣れるんですよね、その時間帯が。まあ、餌釣りはわかんないけどね。今の人はフライフィッシングだったね。フライフィッシングならなおさらだね。もう、その時間が絶好調だよね。10くらいだったけどね、ヤマメだったな。やってもいいか。やっぱりいたか。あれ、やば、根っこに引っかかっちゃった。やば、いいポイントだったのに。うわぁ、毛針がもう少ないんで、ちょっと回収します。もういいポイントだけど、しょうがない。はい、今ね、毛針そこが引っかかっちゃったんだけど、今俺近づいてたらすげえいたわ。3匹どころじゃ話なかった、今。群れでいたわ、今。あー、やっぱり木の枝か、これか。これはちょっと俺気がつかなかったな。木の枝、ちょっと根っこか、これ。ね。こういう。うわ、やば。根っこだね。きっちり食い込んでるで。こら、あれ、これ、あれ、これもしかして俺の毛針2つついてんだけど、もしかしてこれだったのか、当たりって、これ
一個回収。なんでこれ当たりじゃなかったんじゃん。恥ずかしい。はい、毛針1個回収しました。つうこと当たりだと思ったの、これ。まだもう一個かかってない。毛針もう一個ない。ないね。ちょっとこれ取っておきてえな。ちょっとこれまた後で来た時に、これ騙されちゃうよな。よし、取れた。騙されたぜ、上がりかで乗ったぜ。ショウ、こっちもか。おまけ半金か、くそ。とても毛張りついてね。こっちは投げだね。もうちょっとどかしとこう。もう全くもう、ね、去年の台風でこんなんばっかしだよね。いやなんだよ、バカに当たったと思ってガクンってくるとグーンって引くから、なんかあの日に出てたからバネみたいになってたんだね。だからなんか当たって引いたような感覚になったんだな。もう紛らわしい。ちょっとおもろい動画撮れたからなんてこった、ベテランにはありえない。そういうことでした。はい。次のポイント行きましょう。あ、向こう岸。水量が全然少ねえわ。状況がかなり変わってるから、多分ダメだな。夕方になれば多少違うかもしれないけど。一応ぶっ飛んでた。お、勝った。あれ、やっぱりさ、この台よりちょっとちっちゃいけど。今日一だね。そう。この間にはね、全然ちっちゃいけど。ちょっとどこで処理しようかな。ちょっと、やっぱり同じポイントにいたな。やっぱ居つく場所は一緒なんだろうな。よいしょ。いやでも今日一だ。嬉しい、なんか。でもやっぱり相変わらず太鼓もあるし、綺麗だな。ちょっとタモがね、腰になかなか刺さん。よし。いやー、高一ですわ。あ、毛針も取れてた。やっぱ、指そばはいいヤマメだな。すごい結構、これ、こんなぶっといもんね。食べ頃サイズって言ってたね。食べ頃サイズでもこれぶっといよね。すげえわ。やっぱ同じポイントだよな、この間釣ったんと。はい、保留しますか。いやー、最後に来てきた。助かったー。坊主かと思ったよ、今日。ほんと、ほぼ坊主だったでしょ。はい、お疲れ様でした。やったー。よしよし。本当に最後だったな。全く同じ場所で出たな。
ぱあそこ餌が、魚が住みやすいんだろうな。よし。これでけえ。あ、そうでもね、さっきのよりちょっとでっかいぐらい。うわ。あ、結構、ちょっと、なかなか寄ってこない。お、でっけえな、これ。ちょっと、これ、でけえよ、これ。お、なんだ、なんだ、なんだ。で、お、でっけえ、これ。すげえ、でけえ。すげえわ、これ。いや、これ、すげえ。昨日のの、に匹敵するぐらいでけえっていうか、幅広。いやっと今日、終わり際に立て続けに来た。ちょっとカメラを。もうちょっと行こうか。がっつり食い込んでるわ。ちょうどここの、毎回俺大体ここ、ここのとこなんだよね。こう、背中から見てこの、右側のちょうどここの歯のとこね。毎回ここにかかるんだよね。ここだと、ほぼほぼバレないね。よいしょ。外しやすいしね。いや、これ、でけえわ。でけえっつうか、長さ、尺とかそういう問題じゃなくて、この太鼓、これ、すげえ。なんだこれ。デブっちょと相変わらず。こんな、卵持ってんのかな？もう夏になると卵持ってんだよね。まあ、俺食わねえからいいけどさ。また逃がしてきて、もっと、また元気よく生きてもらって、もっとでかくなってくる。でけー、素晴らしい。ぐるぐるぐるーっとね、ぐるっと、ぐるーっとこうね、回ってもらってね、こう、ね、あのなんだっけ、健康診断の CT スキャンじゃなくてなんだっけ、あの、胃カメラじゃなくて、バリウム飲んだ時あのぐるぐる回されるやつ、こんな感じね、こんな感じでね、はい。よし。わ、でけえ。俺の腕が、こんなんだもんね。回らないもん。こんなぶってん。はあ、素晴らしいね。はい。じゃあ、ちょっと帰ってもらおう。よし。お疲れさん。よいしょ。やべえ。経理ねえものになったぞ。はい、お疲れ様でした。大丈夫かな？おー、帰ってきた。よし。よっしゃ、よっしゃ、ちょっとか、やっぱり出たな、今日は。あそこ、この間いっぱいいたもんな。まだいるな。走ってるやつはもっとでかいんだよね。多分あれ、40センチぐらいあるんじゃねえかと思うぐらい。水中で見てあんなにでかく見えるんだけどね。さっきのがだいたい25センチ、あ、27センチぐらいか。で、水中入ると意外とちっちゃく見えるんだよね。でも上げてみるとあんなにぶっといんだよな。よし。はい。今日はね、今日ではこれでもうおしまいします。今ちょうど3時になりましたんで。
またね、来週ですな。今日はね、昼までもう全然ダメでした。朝もダメでしたね。まあ、朝一匹かけたんだけどバレちゃってあげらんなくて、でその後はね釣れたんだけども、あのちっちゃいばっかしね、10センチクラスのヤマメばっかしで、そんなんばっかしで、もう今日もうダメかなと思ったんですよ。そしたらね、先ほど2時過ぎからそこですね、そこでかな、あれ2週間前だっけな、釣った場所どうかなと思ったらまた出ました。そこでまあまあそこそこのドブッチョヤマメで、それからその後すぐその上のとこ、あそこでね、またすごい、尺まで入れてねえけど、すごいの出ました。すごいデブの山ね。もうびっくりしました。なかなかちょっと開けるのに、ね、大変でしたね。はい。最後に来てね、やっと結構いい方の方が2匹切れたのも、今日満足。ただね、ここね、すごいいっぱいいます。まだでかいのいますね。さっきも、最後にちょっとでかい当たりあったんだけど、それっきりダメでしたね。なんか全然、来なくなりました。相当でかいと思う。多分俺思うには、40センチまでとは読めるけど、35センチはそこからは、結構数匹いると思う。うん。ここちょっと指そばはね、全体多分いると思う。まあそんな感じの釣りでしたわ。で、今下から釣り客上がってきましたけど。はい。どうなんだ、餌釣りですね。あと上流にいたおじさんたちは上釣り上がってきましたね。で、今日はそんな感じで終わりにしていただきます。わあ、もう今日はね、最後、本当に良かった釣れて。はい、ありがとうございます。